ハインリッヒ・マッヘは、オーストリアの物理学者である。1876年に、プラハで生まれた。中学校卒業後、1年間、エルンスト・マッハの物理学の講義を聴講していた。1894年に、マッヘの一家は、ウィーンに、引っ越し、フランツエス、S ・エクスナーや、ルートビッヒ・ボルツマンの下で研究を行った。1898年にエクスナーの指導による、 機体の電位物の実験的な証明で博士号を授与された。1900年から1901年にかけて写真専門家として働き、ウィーン美術アカデミーによるインドへの天文観測のための探検に参加した。彼の研究に関連して、航海、デリーセーロン、北部エジプトで大気電気の計測を指揮した。1901年にウィーン大学で教授資格を得た。 1906年、インスブルック大学の准教授に任命された。2年後、フリードリヒハーゼノールの公認として、ウィーン工科大学の教授に就任した。1954年に、ウィーンで死去した。1966年、ウィーンドナウシュタットの通りの一つが、彼の名にちなんでマケガッセと命名された。マッヘの研究は、主に放射能、熱力学、大気電気学及び、 燃焼現象の物理学であった。ルートビヒフラムと共に、起爆性ガス混合物の燃焼理論を発展させた。マッヘのラドンに関する研究を称え、放射能濃度の単位に、マッヘと名付けられた。1915年に、オーストリア科学アカデミーのハイチンガー賞。1927年に、ビルヘルム・エクスナーメダルを受賞した。彼の妻は、著名な地質学者。 エドワルトジュースの孫である。ありがとうございます。